赤尾さんもチャンネル、ソンツンです。今日は2021年の7月17日の土曜日なんですが、今私は個体エリアに来ました。で、背後に見えているのはリスバーパレスといって、これはまだオープンしていないんですけれども、このリスバーパレスのすぐ隣のエリアにあるリスボエタというですね、まあ、リスボアのリゾートホテルみたいなものなんですけれども、このリスボエタのショップであるとか娯楽施設の一部が今日からですねオープンしたということで、これから早速内部の方入っていきたいと思います。この壁画のあるところはホテルの部分になります。この壁画、マカオのかつての高級ホテルエストリルホテルから持ってきたものになります。エストリルホテルは現在は廃墟として残っております。続いてこちらの建物になりますが、マカオパレスと言いまして、かつてマカオにあった水上カジノをイメージした建物になります。沢木耕太郎先生の深夜特急にも出てくるあのマカオパレスですね。ではまずはこちらの敷地内の景色をご覧になってください。屋台がいくつか出てるんですけれども、この辺りはリスボエタ夜市と言いまして、夕方の5時頃から営業して始めます。パッと見ると世界遺産のセナド広場と同じような景色に見えますね。地面が石畳となっております。そしてあの深夜特急にも出てきたこのマカオパレスになりますが、現在はまだ入場は不可能となっております。ですので今回はグランドオープンではなくて、ほんの一部分がオープンしたというだけではあるんですが、他の個体エリアのホテルにはない2つのアトラクションが非常に人気がございます。まずアトラクションの1つになりますのが、中国語ではフェイスオーと書いているんですけれども、このワイヤーが見えますよね。高さ60メートルのところからこのワイヤーの長さが388メートルあるそうなんですけれども、まあ、ワイヤーの綱渡りというんですかね、そういうのがあるんです。もちろんこれに参加するには無料ではありません。有料になるんですが、結構いい値段しますよ。1人当たり約1万円近くかかるんですけれども、それでもかなり多くの人が並んでましたね。ではこちらが実際のワイヤー渡りのシーンを撮影したものになります。そんなにスピードは出ていないはずなんですけれども、結構ドキドキするようなもんなんでしょうかね。それではあともう一つのアトラクションを見るために一度ショップの中を入っていきます。で、このエリアなんですけれども、1960年代頃のマカオの様子をですね再現しているような感じの内装になっております。ショッピングのエリアではありますが、営業を始めているお店はまだまだ多くはありませんが、こちらの内部の様子を撮影しておきましたのでご覧になっていてください。LINE のキャラクターが見えてますけれども、この LINE をイメージした客室があるそうです。 LINE をテーマとした客室もまだ一般公開されておりませんので、キャラクターたちもカバーをかけられている状態であります。では次に入ってきました。この空間約743平米あるそうなんですけれども、
パーティーもできるような、そういう設計作りになっているそうです。そしてこちらではマカオでは初めてのインドアスカイダイビングがございます。このインドアスカイダイビングですけれども、もちろんコーチの指導のもとに行われております。1回参加すると約90分から120分間ほどの時間を要するそうなんですが、12000フィートの高さから3000フィートまで落下するというような体感が得られるそうです。対象年齢は満4歳から、もちろん病気や怪我がない健康な状態の体であればどなたでも参加できます。もちろん体重制限はあります。身長が180センチ以下であれば体重は120キロまで、180センチ以上の身長であれば体重は140キロまでとなっております。料金はこんな感じになっております。一番安いプランでも799パタカですから、1万円を超えてしまう値段ではあるんですけれども、貴重な体験ができるのではないでしょうか。それでは時刻も夕方になってきまして、屋台も少しずつ営業を始めましたので、少し雰囲気をご覧になってください。この間のね、夜市でも飲んだあのクラフトビールのまた別の種類の味をね、今飲んでるんですけど、うまいなこれ、うん、ちょっとフルーティーな感じするんですけれどね、すごい飲みやすい。甘さはそんなにはないですね。リスボアパレスさんをね、バックにして飲んでます。ではこんな感じでリスボエタを見てきましたけれども、個体エリアとしてはちょっと珍しい感じのホテルでありますね。冒頭でも少しお伝えしましたが、リスボアのテーマパークホテルのようなリゾートホテルのような、そんな感じのホテルなんではないでしょうか。オープンしているのはまだまだ一部分だけなんですが、また他のもオープンしましたら何らかの形で動画に出したいなと思いますし、でこの隣のリスバーパレス、噂ではね、今年の6月にオープンするとかって言いながらまだまだオープンしてないんですけれども、最近聞いた情報では今年の9月にオープンするんではないかなっていう話もあるんですが、そちらの方もオープンしましたら、動画でまた出したいなと思います。では今日はここまでということにしておきましょう。マカオ散歩チャンネルのソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。